皆さんおはようございます。今日はですね、ちょっと朝から何も食べずにテニスをしたということで、フラフラして今ちょっとやばいんで、もうどこにも力が入ってない、体のどこにも力入ってない、やばい。ちょっと昨日失敗したんですけど、お好み焼き、あ、違う、もんじゃ、もんじゃ焼き豚肉いきます。今日は成功させます。ちょっとね、小麦粉が多かったなっていうのが失敗の原因ですので、小麦粉を減らすことによって、こんぐらいですね、これでいい感じに膜ができるのではないか、そう結論づけました。いや、まだ多いか、これまだ多いかもしれませんが、もう後戻りはできないので、これなんか外にずっと置いといたんですよ。腐ったかもしれません。なんか変な匂いする。なんか豚肉ガーリックなのにマスタードの匂いします。やばい、腐ったかもしれない。ほぼもんじゃ、もんじゃ風、ほぼもんじゃ、もんじゃ風豚肉。ちょっとこれコーンがあるんで、コーン入れてみますかね。コーンって焼いたらどうなんだ。おお、コーンもんじゃ。ちょっと水多いな。せっかくカリカリを使用しようとしたらカリカリになんないじゃん、これじゃ。どうすんねん。醤油マヨコーン、醤油マヨコーン、絶対うまいじゃん。マヨネーズ使い切りました。約半年で1本。いや、そんなことない、そんなことない。で、ここに醤油、いや、これはうまいぞ。普通にうまそうじゃないですか。待って、これお好み焼きできんじゃね。あ、次やろう、コーンお好み焼き。思いつきました、次の料理。なんか適当に作ってたら普通に美味しそうなのできました。ちょっといただきます。え、普通にうまい、マジで普通にうまい。うまい。朝ごはん食べたんですけど全然足らなくて、このマルちゃん製麺、これなんか煮ないといけないらしいんですけど、煮ないで食べようかなと。このまま、ちょっと美味しかったらこのままいっちゃおうかなと。これ2022年4月24、え、もう過ぎてんじゃん。ん、今何日だっけ。煮よう。3分茹での麺を5分茹ですることで、5分かな6分かな、まあ2倍、約2倍ほど茹でまして、麺の量を増やす、そういうことをしました。増やすというのはどういうことかと言いますと、ふやかすです。麺が伸びるって言うじゃないですか。その現象を利用すると増えるんですよ、麺がでかくなるっていうか、その分大量に食べれるっていう、結構お得なスキルっていうか、お得な裏技。ちょっとですね、お腹いっぱいになりましたので、これをね残しまして、もっとふやかして、もっと麺を伸ばしてみたら、どれぐらい食べ応えがある麺になるのかっていう検証をついでにしてみます。裏企画です。コーンをばらまいてしまいました。ついでに動画撮ります。あれ、おー、危ねえ、やべ、間違えた、ごめん、こっちちょっと来たね。はい、僕大学構内でですね、単位落としてしまったということで、もし拾ってくれた方がいましたら、ここに届けていただければ僕が受け取りに行きますので、よろしくお願いします。何やってるんですか。あ、今歯磨いてる。歯磨き粉を何に使ってるんですか。歯磨き粉使ってないって。意味なくないですか、うん、あ、それどうするんですか。やばくね、超汚いじゃん。ねえ、来たい、マジで。やばい。やばいよ、ただの。もういいや。何がいいの。オールドファッションチョコ、1個で406キロカロリー。やばくない。俺がよく食べてるしっとりチョコあるじゃないですか。あれ、1袋466キロカロリー。あのオールドファッション、1袋分。そんだったらしっとりチョコ食べた方がいいじゃないですか。ちょっと久しぶりのジムなんですけど、最近行ってなくてですね、モチベが落ちますぎ、落ちすぎて、もう胸が落ちて、やばい。パワー。
中山筋肉。どうしたんだい、パワー。ただいま筋トレから帰ってきましてですね、死にそうなんですけど、朝食べたラーメンふやかしまくってみたっていう裏企画がありまして、これが結果です。米がない、米がない。米炊くの待つのもめんどくさいんで、ちょっと無理っすね、待つのは。どうしよう、米。米ないの？ドーナツ？うわ。待って、これもったいないな。これちょっと、これがあるんですけど。ちょっとめんどいんで、これ使うしかないっすね。2022年12月22。今2000何年だ？なんかラーメン二郎の麺みたいになってますね。いただきます、もう我慢できないです。いただきます。麺のウイロブジャム全然うまい。よし、ここに米ぶっ込んでいただきます。なんかトレイの味がご飯に染み付いちゃって、トレイの味すんの、うますぎる。頬が落ちる。よく考えたら今ジム行って筋トレしてきたのに、肉がない、米とラーメンとコーンとわかめとドーナツ、タンパク質がない。卵どうしよう。うわだるい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 、ガチだるい、ガチだるい、ガチだるい。どうしよう、もう無理。諦めます。ちょっとめんどくさすぎる、今から料理はめんどくさすぎるんで。これです、ツナ缶。この中にはタンパク質 9.5g が含まれているので。めっちゃうんこ、うんちっちの匂いする、うんちっち。これだけだとあんまうまくない。で、これ生で食えるやつ、これ完成。めっちゃうまそう。これでタンパク質はもう大丈夫です。今日の破壊した筋肉の部分は全て修復してくれるので、僕の大胸筋がもっと肥大してくれることを祈ります。ではありがとうございました。食後のデザート、1つで400キロカロリーのドーナツ。これをですね、先ほどこの状態で食べたんですね。しかし今回はで冷蔵庫でチンしてみようかなって、チンしたらめっちゃうまくなるんちゃうかって思って、ちょっとチンしてみますわ。ふわふわ、あのカッチコチのカッチコにカッチコチのドーナツがふわふわになって、ちょっといただきます。やばい、箸で切れる。ん、これ温めた方がうまいかもしれない。このチョコレートの、やばいやばいやばい、チョコレートがカリッとしてるのに中がふわっとしてる、中がふわっとしてるけどチョコは冷たいまま、不思議な現象が起きてる。15秒とかチンして食べるとやばいっす。みんなおすすめです。ありがとうございました。